坂城はおよそ400年の昔、秀吉公が築かれたお城でございます。安土桃山文化の粋を集めて豪華絢爛、今はその面影を忍ぶ様子がとてない幻の名城でございますが、このお城にも城と共に生き城と共に滅んださまざまな女たちの物語があったのでございます。17年秋のことでございました。琉球から美しい神前使節玉名姫様がおいで遊ばし、秀吉公もとりわけご満悦の体だったのでございましたが、玉名姫様には別の目的もおありになり、ある夜密かにご宿舎を抜け出られたのでございました。姫、うまくいきました。あの分でした二人とも朝まで目を覚ます気遣いはございません。泉州堺の町は当時長崎と並んで異国との交易でにぎわった町でございます。この町で玉名姫様は亡き母上と愛し合われた和人のお父上を探そうとなされたのでございました。ご身分を隠されてのことゆえ、なかなか思うに任せないのでございました。おじさん、私たちは決して嫌だと言ったら嫌なんだよ。出て行ってもらおうか、下手くそのあり。自分のことは言えないが人のことは教えろ。冗談じゃ。おじさん、うるせい。手がかりならまだここにもあります。これを持っている限り玉名とお父様のご縁は切れてはいないのです。でも姫、もっといい手がかりがあります。姫、思い出してみてくださいまし。あのお店のおじさんは船大工の源さんという人に。ところで源さん、あんた家屋の旦那の仲立ちで一条のお殿様と会うって話だったが、あれはどうなったんだ。あの人、家屋の旦那様の仲立ちで一条のお殿様に会った。確かにそう言ったんです。きっとそのお方に違いありません。家屋を探せばきっとお父様にお会いになれます。
海は琉球へ続いているのです。姫、さあもう参りましょう。さあ姫、参りましょう。姫様がお父上にお会いするための唯一の証拠のお品なのでございました。ここが伊予屋善右衛門様の寮なのですね。はい、お店ではご主人の善右衛門様はこちらだというものですから。姫、もしかするとここに一条様がおいでになるかもしれません。そこの漁師の話では立派な身なりの殿様が住んでおいでになるというのです。さあ姫、それではすぐにもご主人にお会いして。ツナ待って、さっきのお店でも私たちは自分の名が名乗れずに失敗をしました。仮にも人のうちをお尋ねするのにこちらの身を明かさないでというのは無理。正面からご主人をお尋ねせずに何とか聞き出す方法はないのですか。善右衛門殿はなぜ関白殿が堺州に海外に出ての交易を許されないか知っておられるか。原因はこの私だ。殿が？直訴に及んだ直人におっしゃったそうだが、関白殿はいまだに私のことを誤解しておられる。かつての日、南の海を荒らし回り海賊にも等しい行為をしたと未だに信じておられるのだ。そのような。いや、一度信じたら関白殿はその点ではしつこい。何とかして誤解を解かぬことにはこの度のこともはかどらぬのだが。あの旦那様、ただいま表に琉球から来た女芸人やいう若い女が来まして、お庭先でからぜひ踊りを見ていただきたいと申してますねんけど。もう琉球から来た女芸人、はい、いかがいたしましょう。琉球の？はい、これから海外へ出かけられようという矢先、異国の踊りをご覧になるのも一興ではございませんか。おじさまは琉球へもおいでになったことがおありなんでしょう。うまくいきましょうか。さあさあ、こっちへ来とくなれ。うまいこといきましたね。そらな、今夜にも食べるもんにもこと書くと聞いたら、わてかて顔見えて何は女ですさかいな。さあさあ、こっちへ。あの、あ、お金のことでか。いいえ、あの、一つだけお聞きしたいのでございます。このお家は伊予屋善右衛門様の寮と伺っているのでございますが、一条のお殿様がお見えになることもあるのでございますか。お見えになる？いいえ、あんた一条のお殿さんやったら、うわあ、くわばらくわばら。どういうわけか堺の旦那衆の黒幕や思われて、関白様から睨まれてるお方のお名前なんかうっかり口に出した。いえ、そんなお方存じまへんで。へっ、存じまへん。旦那様連れてきました。さあさあ、こちらですね。おお、
これは美人ぞろいな。さあ、早速見せておくれ。はい。源蔵さん、あんたはどうあっても500石分を作るのは嫌だって言うんだね。500石は作っちゃいけねえことになってる。そいつはあんたの言い逃れじゃないのか。あんたが今までにだってその気にさえなら作っちゃいけないものだって作ってる。どうしたって言うんだ今度に限って。あんただって知ってるだろう。安南、ルソン、琉球の海を乗り切るにはどうあっても500石分が必要なんだ。大きな船で堂々と。これからの交易は倭寇の昔とは違うんだからね。倭寇？ああそうとも。あんな海賊同様の。やめてくれ。倭寇そんな風に言うのは。倭寇にだってね、倭寇にだってちゃんとした人間だっていたんだ。とにかく俺は船は作らねえ。綺麗だね。どうしたんだよそんなもの。触らないでくれ。こうしてやっとお父様のおそばに参りました。お力を貸してくださいませ。お母様、こうして目を閉じると海から海へ南の太陽を受けて暴れ回った昔のことを思い出す。気に入りましたか。はあ、とても良かった。
何ですかこれは。叔父上。そなたたち。そうか、まだ叔父上につきまとっていたのだな。さっきも申したはずだ、これ以上つきまとうについては今度はこの俺が言ってたと。お前は一体何が目的なのだ。お願いでございます。私の話お聞きくださいませ。話などはいい、目的は何だ。お自由につきまとって。お兄様、この人のお話聞いてあげましょう。行方には悪い人のようには思えません。さあお話しなさい。突然このようなこと、さぞやご不審と思われましょうが、こちらにおいでのお方様、もしや一条典兼様ではございませんか。いいえ、このようなことを申し上げたからとって決して怪しいものではございません。私は身分卑しい踊り子ながら、はるばる琉球から父を訪ねて参ったもの。父を。はい、20年前、私の父上は琉球で私の母と、そして私が生まれました。その後日本にお帰りになって、そのまま音信が途絶えて今日に至りました。私はその父上にお会いしたい一心でこうして日本に参ったのでございます。そのこととおじえと何の関係があるのだ。一条典兼様、あなた様はマズルという琉球の女を覚えておいでではございませんか。母でございます、私の。あなた様は一条典兼様ではないのですか。いや、私は一条典兼だが。ではあなた様は私のお父様、お父様でございます。バカなこと言うな。そのような、おじ上にそなたのような子供がいるはずがない。さあ、もうそのようなたわけたことは言わず。いいえ、信じてくださいまし。私はあなた様にお会いする、ただそれだけを楽しみに日本にやってまいったのでございます。母を、私の母のことをお忘れなのでございましょうか。母はあなた様のことばかり口にして亡くなりました。私が成人したらあなた様を訪ねてまいれと、信じてくださいまし。私はあなた様の娘なのでございます。信じてくださいまし。どうぞ信じてくださいまし。それにあなた様から母がいただいた証拠の品もございます。証拠の品もあるというのか。はい、ここに。
ああ、私はね、思うんですけど、今のあの人の言ったこと、あるいは本当なんじゃないかって。何？じゃあお前は今の琉球の女がおじいの娘だというのか？だってお兄様、私にはあの人が嘘をつくような人には思えないし、それにね、思い当たることだっていろいろあるんですよ。おじ様だってお若い頃は海に出ておいでになった。もちろん琉球においでになったというお話も聞いているし、それにね、これは今までは内緒のことだったけど、亡くなられたお母様がお話ししてくださったの。ずっと昔、琉球王家から姫に子供が生まれたが、あなたの子ではないか、そう言ってきたことがあるんですって。それは本当か？ええ。もし本当なら、今の女は琉球の姫様。バカな、そんな戦のこと、第一琉球の姫が。あなたは？ん？いいえ。だとしたら、あのお方は俺の命の恩人。お兄様、お兄様。おじ上、先ほどの琉球の女のことですが。あの女のことか。だったら心配するな、心当たりはない？いえ、そうではありません。おじ上、昔のことですが、おじ上に琉球王家から何か言ってきたことがあるというのは本当なのですか？琉球王家？子供のことです。おじ上の子ではないかと。ん？おじ様、亡くなった私たちのお母様が。おう、そういえばあるのですか？随分と昔のことだが、まだ高知にいる頃で。お兄様。ゆき、俺は、俺の勘の鈍さが嫌になってきた。ダメなんだな、俺は。あの人が琉球の姫だとすると、あの人は俺の命の恩人なんだ。後で役人に聞いたのだが、秀吉に直訴したとき、あの人は秀吉に命乞いしてくれた。まあ。ところでおじい、もう一度念のために聞きますが、おじいはあの姫の父親じゃないのですね？うん。私には何の覚えもないことだ。おかしいわ。じゃあどうしてあの方はあんなにも熱心に、おじさまをお父さまと言い張ったのでしょう？それは分からん。他にこの日本に、例えばおじゅうの名を語るか何かして、姫の父親がいるのかな？そうかもしれないわ。きっとそう、そうに違いないわ。よし、じゃあこうなったら、俺の手で何としてもあの方の本当の父親を探し出してやろう。この鏡もなくなってしまったし、あのお方は本当に玉名様のお父上ではないのでしょうか？おっ、トナギだ。
渡名喜殿。あれは姫様ではありませぬか。お、姫。姫様。姫は一条典兼様にお会いになったのです。何？そうでございましたか。あのお方はとうとう最後まで玉名を我が子だとは言うてはくださらなかった。姫、実はとなき、そのことについてお話し申さねばならぬことがございます。巡斎殿のお骨折りでこの町の南宗寺にお宿が取ってございます。そこまでお越し願いましょう。ではとなき、私のお父様は一条典兼様ではなく一条様の名を語った誰かだというのですね。はい、それが知れましたのは姫がお生まれになって間もなくお母様のお口から姫の父上は一条典兼様だということが分かり、ご祖父少年王様がすぐに日本に使いの者を出されたのでございます。ですが使いの者の戻ってきての返事には、ですからご臨終の席でもお母様があのように懇願なされたにもかかわらず、ご息少年王様は姫が日本においでになって父上を探されることを決してお許しにならなかったのです。今考えますと、渡名喜、初めからこのことを姫に。よい、もうよい。渡名喜、私のお父様は人の名を語られるようなお方。玉名は今までそんなお方とはつゆ知らず、ただお慕いして。姫、このまま琉球へ帰りましょう。ご祖父少年王様が待っておいでになります。その頃、堺の町では一条直人様とお妹の幸恵様が、どうだった？お兄様、まだ他に誰か探す目当てはあって？おお、一膳飯屋の兵さん、あれなら知ってるかもしれない。縁さん、どうした？様子が変じゃないか。
なあ兵さん、お前ならどうする？お前にはいつか話したことがあったな。俺がどうして海へ出なくなったか。ああ、聞いたよ。琉球だろ。それとは知らずにお姫様と付き合って子供ができた。もしその子が、もしその子が今この俺の目の前に現れたとしたらどうする？冗談も休み休み言ってもらいたいな。俺ももう年なんだ。心臓に悪いからな。第一その子は琉球に。だからもし現れたらと聞いてるんだ。ケンさん、俺にはどうしたらいいかわからねえ。そら俺だってどんなにかその子に会えて正面切って名乗りを上げて成人したその子の姿をこの手で抱きしめてみて。だが兵さん、そのこともあんたには話したな。俺は本名を言ってその人に別れてきたんじゃねえんだ。俺は他人の名を語って。兵さん、長門さん、そうだったのか。あんたが。で、源蔵さん、あんた姫に会う気があるのかい？ないのかい？名乗り上げるつもりあるのかい？源蔵さん。そらできませんが、私には。なぜなの？あなたが嘘をついたから。嘘をついたからって何も。そうだと思う。なあ源蔵さん、そりゃ嘘をついたのは悪いと思うが。いえ直人様、この嘘は普通の嘘とは違います。そのために今までどれほど自分を責めてきたか。今さら名乗り出たりしたところで、あのお方を傷つけるだけじゃありませんか。そうかな。俺はそうは思わない。たとえあんたがどうあろうと、あんたはあの人の父親。そうよ。そうだよ、ケンさん。わしならこう思うぜ。たとえ自分の親父が人殺しであったにしても、どうしてそうしなければならなかったか、その人の口から聞きたいとな。ケンゾーさん、あんただって船乗りだろ。海の男だったら潔く本当のことを。源蔵さん、今のままではあのお方があまりにもかわいそうだわ。あのお方は琉球へ、もう琉球へ帰ってしまわれんのよ。ですが、その翌日のことでございました。姫、このままお国へ帰られてよろしいのでございますか？様が姫にぜひお会いしたいと申されまして。一条直人様。姫、一条のりかね様のお使いではございませんか？これ通してあげてください。私もその方にはお話があります。姫、今日はどうしても姫に会っていただきたい人があって参りました。
もちろんのこと、私自身も姫とは知らずに数々のご無礼を働き、その上命を助けていただいたお礼も申し上げなければならないのですが。いいえ、それを申されるのなら私の方こそお詫びをしなければなりません。あなた様の叔父上一条典兼様、何のゆかりもない私から父と呼ばれて、さぞや驚かれたことだろうと思っております。どうぞお詫びを。姫、実はそのことで会っていただきたい人があるのです。姫のお父上ではありませんが、姫のお父上のことよく存じている源蔵さん。あなたは。源蔵と申します。さあ源蔵さん、あなたの知ってる本当のことを姫にお話しするのだ。さあ。姫、お話申します。お話というのは、もう20年近くもの昔、私と一緒に南の海を自分の家の庭のように荒らし回っていた男の話でございます。その男は土佐の海辺の村に生まれ、海が好きで、荒れ狂う日には荒れた海を、凪の日には凪の海を。そして男の夢は、大きくなったらその海を越えて知らない国へ行ってみたいということだったのです。やがて成人して、男は海へ出ました。子供の頃の夢をそのままに、男は海を越えて遠い異国の土地へ。そこで男は一人の女に会ったのです。女は若くて美しくて心の優しい人でした。二人は一目で好きになり、名前も知らぬままに逢瀬を重ねました。ですが男には一つだけ悩みがありました。それは、男はあの早手のように速い船足と、その残虐さで世間から恐れられていた倭寇だったということです。男はそれを恥じ、いつかはそれを打ち明けねばと思いながらも、幸せに酔い、その中に溺れていって、とうとうある時、女から身分生命を聞かれると、さる身分の高い人のお名前を使ってしまったのです。一条典兼様、このお方も倭寇だったのです。でもこのお方は常に正しい交易を唱えられ、海へ出ていた男たちの理想だったお方なのです。一旦名前を語ると、私はまるで。待ってください。 あなたはでは、あなたは私の。いやいや違います。私ではありません。いや、私のことではないのです。姫、お聞きください。男は身分の卑しい倭寇の船乗りだった。でも倭寇にも夢があった。その方を愛していた。
心から愛してどうしてもそのお方を失いたくないと思っていた。だからこそそのお方が琉球の姫と分かってみると、まして子供ができたと知るとなおさら打ち明ける勇気が出なかったのです。男は嘘を恥じ、自分の嘘に縛られて、この鏡の一つを片身に置いて二度と島へ近づけない人間になってしまったのです。南の海は今思っても目にしみるほど美しい。何度私は、いやいや、その男は嘘とは知らずに男に捨てられた親子を持って涙を流したことか。姫、その男の嘘を、その男の嘘をどうか許してやってください。和光の娘と呼ばせたくなかった、せめてものその男、でもやっぱり本当のことを言った方がよかったのか。源蔵。殿。その男の罪は私はもちろん、姫だとてきっと許してくださるだろうと思う。一条様。姫、私からもお願いします。許してやってください。源蔵さんとやら、そのあなたのお知り合いの私のお父様に、もしご健在でおいでなら申し上げてください。玉名は、玉名恨んでなんかいません。だってそのお方、私のお父様はお母様やこの玉名を心から愛してくださっていたのですから。ナオト様、明日琉球に帰る玉名にこのようないい贈り物をありがとうございました。姫、ナオトにも一つ贈り物いただけませんか。私やおじおいや、いや日本で心ある人々は皆海へ乗り出していきたいと思っています。そのためには秀吉公を説得することも大事なのですが、それより先にまず船がいるのです。ですが船大工として並ぶ者の内部で舞い持つその男は、二度と姫のような悲しい人を作ることを恐れて船を作ろうとはしないのです。姫の口から言い聞かせてやってはいただけませぬか。その船に乗って私は海へ乗り出していきたい。源蔵さん、ナオト様の願いを叶えてあげてくださいまし。はい。一条様、玉名はこれから殿下にお会いします。コンパクトに源蔵さんの作られた500石船が和光などという
世を忍ぶ姿ではなく、堂々と琉球や異国の港に行けるようお願いするのです。姫、それが玉名の父の国へのせめてもの置き土産です。から一時ほどの後のことでございます。玉名姫様は秀吉公にお目通りを願い出られ、一条典兼様ご同道の上秀吉公にご対面、海外交易のことについてお願いなされたのでございましたが、もとより秀吉公はそのことの重大性を痛感なさっておいで遊ばした折でもあり、心よく玉名姫様のご意見をおいであそばし、ここに世に言う御朱印船制度の発足を見たのでございました。そしてその翌日、玉名姫様は琉球へお帰りあそばすのでございます。あれに鬼様、
千の利休の娘お銀は利休の弟子田村紀元と深く愛し合う仲だったのですが、その紀元は黄金の茶室を作れという秀吉の命令を拒んで怒りを買い、畿内追放の身となってしまうのです。そして秀吉の力に屈した死の利休を許せない紀元は、その娘であるお銀のひたむきな愛をも受け入れようとはしないのでした。三田佳子、志村貴司、村井国夫、内田稔、新藤栄太郎などの出演による大阪城の女第9回、利休の娘お銀にどうぞご期待ください。